はい。えー、っとですね。YouTube バンクですね。11月11日から、まあ商品の方を販売していくんですけど、まあ今回のテーマはですね、YouTube は稼げないと。やめとけ、みたいなね。<laughs> じゃあすいません。そういう切り口でいこうかなと。YouTube やめとけ、みたいなね。<laughs> これね、今日ね、朝ね、僕ね、TikTok 見てて、あのー、朝たまに風呂入りながら TikTok 見てる時あるんですよ。風呂入りながらね。 で、まあルーティーンとしては朝、朝風呂入りながら今、インスタの投稿、朝風呂入りながらインスタの投稿して、で、あと TikTok ちょっとこう見るみたいな感じで。でね、これも面白い人がいて、その、あの <laughs> まあ僕、車好きなんですけど、その、車を叩くんですよ。この車は良くないみたいな。もうクソだ、カスだ。っていうフックなんですよね。 で、め、ボロクソ言うんだけど、最後のオチとしては、いや、あの、この車は実はこうで、こうで、こうで、あの、こういいよって。結局いいんだけど、いいんだけど、その、切り口ですよね。その、タップさせる、その、視聴、意地を高めるための、その釣りですよね。釣りとして、ボロクソ叩く。叩いてた方が、あの、なんか、あの、興味性が出るじゃないですか。はい。それのパクリです。 <laughs> だから結局 YouTube いいっすよ。YouTube やった方がいいし、明日っすか明日対談してきますんで、YouTube 使ってね、1億稼いだ鷲津さんとね、1億対談をしてこようかなと。YouTube を使って1億稼いだ男みたいなカスタムサムネイルにするんで。そう。明日ね、福岡まで行って対談取ってきますよ。対談を。<laughs> 明日ね。ま、ああの、すぐアップしますんで。ま、ああのー、明日の対談は、ちょっとね、このマイクをちょっと使ってみたいっていうのもあるんですよ。これね、二人で撮れるんで。 で、それでちょっとテストで、まあ、だから iPhone でノー編集で、まあ、サクッと撮って、あの、すぐアップしますんで、編集なしで。うん。だかま、YouTube いいっすよ。で、YouTube やる上で大事なのは、やっぱあの、そうそうそう、最近、昨日か、昨日か今日か、ちょっと忘れましたけど、その、ゴミ屋敷さんっていう人がいて、で、なんかその、おたやせいただいたんですよね。その、なんか、それ、それもなんか書いてあったんですけど、YouTube やる上で、まあ、生活保護を受けています、 あと、仏教に詳しいですみたいなあって、じゃあ、ここに対し、なんか、まあ、これから自分が YouTube やる上でどういうふうなことをやればいいかって、コンサルちょっとお願いしたいですみたいな、なんかそういう質問が来て、まあ、そこに対してこういうふうにやっていけばいいよみたいな、もうアドバイスしちゃったんですけども、要は、見、見せ方切り口なんですよ。大事なのは。本当に、だから、まあ、動画の、まあ、講義の動画でもどっかで言ったと思うんですけども、 カスタムサムネイルだったりとかコンセプトだったり見せ方を変えるだけで全然その違くなるんですよね。全然。だから多くの人は結構その動画の中身とか話し方とか、まあもちろんそれはもうね、だ、大事じゃないよって言ってるわけじゃないんだけど、いやそこよりもっと大事なところがあって、やっぱその切り口、そのプロデュースしてんですよね。 うんどういうふうにその見せていくのかっていうところが、まあ、結局その見た目が9割ですから見た目9割じゃないですか見た目が9割って言っときながらねひげ面でねなんかやってますけどでもこれも見せ方なんですよこういう僕はこういうブラ逆を言うとこういうブランディングですよね、まあ、もちろんこのブランディングをすることによってこのブランディングをすることによってなんだ損しているところもあります でも言葉であるじゃないですか。損をして得を得ろと。確かに損をしてます。こいつ気持ち悪いなとか、なんだこいつとかね。清潔感がないなとかね。逃げていく人もいるんですよ。だけど逆に残るナンパーがいるんですよ。逆にそれでも見てくれる人がね。で、僕はそれでビジネスしてるんで。で、その濃い人だけの、残ってもらえればいいと思うんで。で、その濃い人だけに商品売るって話ですね。僕の場合は。だ、あえて、その、だからなんだろうな。 その動画、僕のこれ考え方ですよ。僕の考え方としては、その、なんだろうな。あの、か感じてもらうっていう、よくわかんないけど <laughs>、なんですかね、フィーリングというか、あ、この人おもろいなっていう感覚ですよね。感覚値が一緒の人とつるみたいので。だから僕の話を聞いてくれる人って何か僕にか、か、多分ね、 言葉では表せない部分な、何かを感じるとかね。何かその、あると思うんですよ。だからこの前嬉しかったのが、そのなんかその、そう。昔僕の商品買ってくれた人で、そのシステム会社の経営されてる人がね、僕の商品買ってくれてね。で、そのシステム経営されてる方が、なんか最近その独立し、独立というか、従業員全部解雇というかね、一人でやれるスキーム作って、今度福岡行くんです、みたいな。で、あの時、吉谷さんありがとうございました、みたいな。 やっぱ一人いいっすね、みたいな。で、粗品を送ります、みたいな、なんかメッセージいただいたんですよ。な中にはね、その、僕も嬉しかったですけど、そのシステム経営してる、まあ会社経営の人じゃないですか。そんな人が僕の見てくれてんだと。でも、何かを感じなかったらね、僕の動画見ないだろうし、僕の有料商品買わんでしょ。そうじゃないですか。だからなんかそう、それをなんか感じてくれてる人とつるんだ方が、 より人生が楽しくなるというか。うん。だ表面、まあもちろんその、なんだ、見せ方は大事。見せ方でクリックだったり再生数だったりいろいろ変わるんだけども、その中身の部分に関してはそういう意図でやっていくことですね、僕の場合は。で、このノー編集ですね。まあ普通にあの見づらいじゃないですか。編集してた方が多分テロップも入るし、細切りでパン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 切られてた方が見やすいですよね。で、あえて、 もう見づらくしている。僕も、僕もやろうと思えばできるんですよ、編集は。ね、一応編集できないことはないです。<laughs> やろうと思えばできます。だけど、まあ、ノー編集の方が簡単だし、で、逆を言うと生感が出るしね。作られてない感が出、できるじゃないですか。だって編集すればいくらでも何でもできるんですよ。ね、別に。<laughs> その、なんか、 ななんかそそのすごそうに見せられるわけじゃないですかいろいろいれ入,れ入れて細切ったりとかアングル変えたりとかテロップ入れたりとかなんか入れる入れ入れればねそ,それっぽくできるんででもそれでもあのそういうのなくてもまあ見てくれてる人に対して、えー、関わっていくってことですね、うん、うただねまあ,あの釣りは大事ですから釣っていくっていうのはね すみません。あの、もう釣られてるか、もうつ、それ、もう離、離脱してる人は離脱してると思いますけど、なんだ、結局 YouTube いいのかみたいな話で。<laughs> すみません。釣り動画になります。YouTube やめとけみたいなね。カスタム様で YouTube やめとけみたいな、ね。今までお前 YouTube いいって言ってたじゃないか。いどういうことだみたいな、それを思わせるって話ですそれでクリックさせるっていう。すみません。 どんな手段でもクリックさせるって話ですよ <laughs>、うん。まあでもね、あの、テレビ番組とかもそうなんですけど、やっぱ煽りあるじゃないですか。煽りね。<laughs> てか、煽りがないと結構ね、やっぱ人間の感情をこう動かしていかないと、興味性って出ないので、うん、一番良くないのが、まあ無関心ですよね。うん、無関心っていうのが、 あんまよくもうそれで再生もさむむだから再生もされないし商品も売れないしって話じゃないですか、うん、何か興味を持ってもらうために何かのフックは必要なわけですよでそのフックっていうのはいろんなフックがあると釣りで言うならばいろんな餌があるわけじゃないですかで餌の種類によって釣れる魚も変わってくるだろうしでも一つの種類の餌だったら多分マグロ釣れないですよね まあ、マグロの餌がどういう餌なのかわかんないですけど、一本釣りのね、わかんないですけど、なんか餌かなんかその、魚によって餌変えないと多分食いつくものと食いつかないものがあるじゃないですか。なんかもういろんな訴求でいろんな側面でこう見せていくっていうことは意識してますよね、僕は。うーん。 でも本当ね、まあ YouTube、あ、今日ね、あとね、YouTube からメッセージが来てるね。まあ YouTube やっている方だったらもう YouTube、Google さんからメッセージ来てるかもしれないですけども、YouTube のね、広告のパートナープログラムがね、もっと来年からさらにバージョンアップしますと。で、ショート動画もしっかりこういうふうに収益化しますみたいな、そのプレゼン資料の動画がこう、なんかメールが送られてきて、まあちょっと見たんですけども、まああの、クリエイターさんにかどんどん還元してきますよ。そういうツールもね、どんどんつけますよみたいな。基準もクリア。ちょっと、 もう一個基準つけつけますよとなんかショート動画が何万1一千万回だったら回ったらまたパートナープログラムに申し込めますよみたいな,なんか基準をまたつけるみたいなんですけどだからそのググーそのプレゼンテーション資料でも言ってましたけど YouTube が成功するためにはクリエイターさんが成功しないと YouTube の成功はないとそうなんですよ YouTubeYouTube <laughs> YouTube ってプラットフォームがしなんでそのプラットフォームでその なんだ活動してるクリエーターさんにが成功しなければ結局 YouTube 見られなくなっちゃうんででなんでそのショート動画をね今度来年から収益化して盛り上げていくのかっていうともう TikTok なんですよ完全に完全に TikTok をもうあの超えていくっていうところで多分ショート動画に力を入れて収益化もしてどんどんクリエーターさんに還元して YouTube の TikTok より YouTube のショートの方がいいよねと稼ぎやすいよねと。 いい、YouTube の方が回りやすいよねってして、あの、TikTok を食っていくっていうね。多分 you、YouTube 今、Google が、ライバルとして、してるところはもう完全 TikTok だと僕は思うんで。TikTok のユーザー数めちゃくちゃ多いですよね。もう、海外も含めたらもう何億人とかじゃないですか。だか今後はその TikTok を食っていくみたいな、超えていくみたいな感じで、いろいろ YouTube さんがいろいろパートナーシップにね、 パートナーさんに還元していくと思うんで、より YouTube が稼ぎやすくなると思いますよ。待って you、YouTube、ま、が、あ、今回のプレゼン資料って言ってましたからね。これは。まあまあ、一般の方も見れるのかな一応メール来てたんですけど。YouTube の成功がある、成功するためにはクリエイターさんの成功が必要不可欠ですと。それはそうだよねと。<laughs> メルカリを利用している、メルカリの成功をするためには、メルカリの利用者ありきじゃないですか。 <laughs> メ,ルただあとメルカリの商品メルカリの,そのアクセスしてもね何も商品なかったらそもそもメルカリ成功しようがないですよねだプラットフォーム貸ししてるのでそのプラットフォームで使ってるユーザーさんのコンテンツがもうそのコンテンツありきなんですよね YouTube でどんなコンテンツをみんながアップしてくれるかによってその YouTube にアクセスする頻度が変わってきますからうん ユーチューブのショート面白いよねってなれば、ユーチューブのショートがいっぱい見られるわけじゃないですか。かいっぱい見られるようになれば、広告もガンガンいけるわけですよね。うん。ん。まあ今後本当まあ多分ね、まあ TikTok も今すごいですけども、YouTube は力入れてくるので、YouTube の資産力、パワー力というかね、そういうのをやれば、なんかあれなんじゃないかなと思うんですけどテ、ね、TikTok もどうしうまあ TikTok も強いですけど、うん まあ今後どういうふうに、YouTube もどんどん変わっていく。仕様が変わっていって、あの、より稼ぎやすくなると僕は思いますので。うん、なぜならば、その仕組みぞ、仕組み上、構造上を、そういうことなんで、クリエイターさんに還元するっていうことが、まず、あの、条件としてやっぱあるわけですよ。大丈夫ですか、うん、で、なんかその、うん 僕は、まあ、なんだろうい,いろんな稼ぎ方っていうのはあるんだけどもなんすかねグーグルを信用できないんだったらどこの会社信用するって話でグーグル超売上作ってるし世界的に大企業じゃないですかそれに乗っかった方がよくないですか ど,どうですかね乗っ、乗っかった方がよくないですか僕は、まあ、あのー、まあ、感じて、まあ、YouTube やってみたいなまあ小学生のね、ランキングも YouTuber みたいになりたいみたいなラン、あの、出てきましたけども、あのー、でもやってる人まだ少ないんですよ。じゃあ、あなたの周りに YouTube やってる人いますあなたの周りに YouTube やってる人何人います ?YouTube 見てる人はほぼ全員見てるかもしれないけど、やってる人どれぐらいですか これね、めちゃくちゃ良くないですかみんなやれないんですよ。いや、だから僕の動画見てるんだったらぜ、ねか、お金稼ぎたいと思ってるわけですから、なんでやんないのかなっていう。めっちゃもったいないなと思うんですよ。無料でこんなの使えてね。で、集客してコンテンツビジネスみたいなも,ももちろんできるし、広告で稼ぐこともできるし、両方できるわけじゃないですか。無料でね。なんでやらんのみたいな。 だから僕は本当にあり、YouTube があり、YouTube に感謝しかないですね。こん,こんなの無料で。だ僕なんか動画本数多いですから、あの、これをただで維持できる、ただで公開できるっていうのは本当にありがたいです。昔僕はハードディスクをね、ハードディスクを買い、バックアップでハードディスク買いましでね、20テラぐらいも買いましたよで。今もハードディスクあるんですけど、ちょっとパソコン買いたんでまだ、あの、移動してないんですけど、こういうハードディスクをね、 これね、ハードディスクですよ。これ6テラですね、6テラ。これ6テラ。6テラ。こちらも6テラ。6テラ。こちらも6テラ。<laughs> ちょっとね、新しくパソコン買い替えまして、こっちのハードディスクまだちょっと整理してないんですけど、これね、もう合計20テラぐらい買ったんですよ。もちろん、あのそ、外付けのねや、やつもあるんですけど、いっぱい。 普通ね、動画の、うん、保存しとくってなったら、金かかりますからね、ハードディスク買うのに。YouTube も一応ハードディスクとかどっかに動画のデータを保存してるわけじゃないですか。僕2万本アップしても0円ですからね。これやばないっすからただっすよ。もうクラウドハードディスクみたいな。僕からすると動画ハードディスクみたいな。無限ハード、無限ハードディスクみたいな。 すごないですかでもね、これ実際に使ってる人もいると思うんですよね。その動画の保存先を YouTube にしても、あの、やってるみたいな。<laughs> ま、あ限定公開とか非公開にしといて、動画だけバックアップで YouTube の、バックアップ YouTube アカウント作って、なんかやってる人もいるかもしれないですよね。すごくないですかこうって、これタダで提供する、できる Google ってマジ僕、本当神様だなと思いますね。ただ、ほんに普通だったらこれ買わないといけないですから。 ハードディスクをデータを貯めていくんだったらだからなんか物,物理的というかねそれを考えただけでもすごいことじゃないですか、ね、もちろん Google 独自の圧縮技術があるらしいんですよ YouTube のも,うもちろん圧縮しないとねそれは無まあ本当無理パンやばいと思うんですけど <laughs> でもそれも結局その開発してる費用だったりとかもこう自分たち払ってます その、グーグル独自の圧縮技術のかかって、それの研究開発費用かかるわけじゃないですか。それお金払いました。払ってないですよね、1円も。で、向こうが勝手にやってくれて、金かけて、開発してくれてね、それ提供してくれるわけじゃないでしかもタダで。なんでやらんの <laughs> いや、ほんとね、50年前に生まれてたら、これ使えないんですよ。今、このご時世に生まれて、本当によかったなって僕は思いますけどね。うん。 で、そのなんかお金稼げないとか言うわけじゃないですかい。いや、使ってんのちゃんとっていう話で。こういう便利なものがあるのに使い倒してるっていう話で。使えるのに使わなかったら、それはずっとやっぱ昔と昔と同じ稼ぎ方をしないといけないですよね。会社で働いて、給料をもらって。ね、昔堀江さんの手取り14万っていう動画がね、バズりましたけども。 なんか需要もね少いんですみたいな。なんかね、それでね、おめ,おめがダメなんだ、終わってんだみたいなね。<laughs> だから、こういうのを使わないとずっと昔のその稼ぎ方をしないといけないんで、まあそれが楽しくてね、あの、お仕事されてるんだって全然いいんだけども、そこに不平不満言って人生を終えていいんですかと。人生一回しかないんですよ。 人生一回しかないのに、その不平不満言って、アーダコアで行って死んでいくのか、それとも、こういうツールがありますと目の前に。ね。iPhone とかもすごないですかもう僕は古いんでね、Windows XP 時代の人間ですけど、フロッピーディス、パソコンフロッピーディスクの時代でした大学生の時はね。iPhone すごいですよ、これも iPhone のカメラで撮ってますけどね。今すごいですよ、本当に。 だからね、時代は変わってるし、デバイスも変わったし、使えるものも変わったんだから、あなたが変わらないと、あのー、何も変えられないですよ。あなたが変わ、あなたが、あなたが変われば、変えられるツールはいっぱいあるんだ今。本当に。<laughs> うん。そう、いくらね、最新の iPhone、昔ね、その僕は、あの、健康ランドだったかな、健康ランドでタバコ吸ってる喫煙所で、 なんかそのおじいちゃんグループが4人ぐらいで健康ランド入ってきて、入ってて、タバコ吸ってたんですよ、4人グループぐらいで。で,で、3人がスマホでスマホアプリのまあパズドラかなんかやってたんですよ。3人がね、タバコ吸いながら。で、多分年齢的に50歳ぐらいかな。40、50ぐらいかな。おじいちゃん、おばちゃんの中にいたんですよ。で、1人がね、ガラケーだったんですよ。で、その3人の,そのスマホでね、タバコ吸いながらスマホでゲームしてたんですけど、 そのおっちゃんがね、スマホの何が楽しいんやと。俺はガラケーやと。ガラケーで十0秒なきゃ、みたいな。<laughs> なんか、言ってんすよ。で、なんかその3人はね、いや、面白いよ、みたいな。いや、面白いけど、みたいな。<laughs> なんかそ、その、なんかすげえそのおっちゃんが浮いてるのがすごい印象的で。なんかその、俺は、ガラケーのかっこいいぜ、みたいな。なんか、なんか、なんすかね、た、た分んですよ。まあ、 僕が考察したんですけど、おそらくそのおっちゃんも、なんか仲間に入りたいなと。ね仲間に入りたいなと。スマホを買って、そっちの仲間に入ってちょっとやりたいんだけど、よくわからんと。スマホがね。スマホがよくわからんと。だから、じであとプライドもなんかちょっとあるんでしょうね。だから、なんかあ、あの、ガルゲデイエーズみたいな。<laughs> なんかその、なんとか自分で自分を守る、なんかその、 なんか喋ってたと思うっすよ。いや、変えていこ。そのプライドあんまいらないっすよ。で、僕ね、あの、が、あの、マネーの虎知ってる人は知ってるかもしれないですけど、マネーの虎の高橋がなりさんっていう人がいるんですよ。ね。あの、ソフトオンデマンドだったね。で、そのマネーの虎の高橋がなりさんに、僕は去年か、おと、一昨年しか、あの、直接金払って会いに行ったんですよ。 なんか1 2, 2万だったかな1万だったか2万だか忘れましたけどなんかその今前向き人生相談室って YouTube やってるんですよねでそれの,あの企画としてまあ無料と有料があって有料だとカメラが入ってなくてガなりと相談できるとで無料の場合はカメラが入って YouTube の撮影あるよみたいなやつなんですよで僕は金払ったんですよで結構高橋がなりさん知ってる人は知ってるかもしれないですけど結構まあ頑固な部分があるわけですよ で、俺はガラケーだってガナリさんもずっと言ってたんですよ。何がスマホだよと。もうガラケーでいいんだよみたいな。ずっと言ってたんですよ。で、今年ですよ。今年。ガナリさんの最初の動画見たんですけど、すいませんと。申し訳ありませんと。この度私、スマホ買いました。<laughs> やっぱガナリ、やっぱ、やっぱガナリすごいなと思いましたね。あんだけ頑固にスマホなんかいらねえんだよとか言っときながら、やっぱ、こう変えられるんですよね。変えられるんですよ、あの人は。 お変えられま、変えたかみたいなね。うん。ああ、そうそう、あとなんか、プラ、そのなんだ、プライドが邪魔してみたいな、その質問でね、その、なんだ、その、ゴミ屋敷さんか、その,ああの、プライドがどうのこうので、そのアンチに対してどうのこうの、プライドがどうのこうの、みたいななんか言ってたんですけど、あの、プライドあんまいらないっすよ、多分。 一番大事なのが本当に柔軟に対応していくっていうことが僕は大事だと思います柔軟に時代が変わってるんで価値観も変,変わってるし稼ぎ方もいろんな稼ぎ方が出てきてますからそこに対応していく変えていくっていうことをしていかないともうずっとしんどいままっていうでもそのしんどいっていうのは変えられるんですよだってあるんだからえじゃあそのスマホが利用できる人って人口の1%ですか成功者 なんかよくね、成功者は1割の人だみたいな割合で言われたりしますけど、スマホを使える人って1割の人ですかあなたもスマホを使ってるでしょ多分。多分今、9割の人はスマホを使ってると思いますよ。スマホを使ってるというか、持ってますよね。スマホを利用してる。だけど、スマホにある機能は使ってますかって話ですよね。今の若い子なんかね、そのスマホは持ってます。で、そのスマホのアプリだけで動画編集したりとかね、スマホだけで ライブ配信したりとか、スマホだけで YouTube 撮ったりとか、まあ僕も今スマホで撮ってますけど、まあその違いですよ。<laughs> 持ってるんだったら使えばいいじゃんって話で。いや、持ってるんだから使えばいいじゃないですか。<laughs> まあ、100歩譲ってね、いや、スマホが吉谷さん、あの、スマホっていうのはあの、なんか大金持ちの人しかスマホは所有できないんですよ、と。何を言ってるんですか、と。 お金がないからスマホなななんんんててそんな無理ですよとみんな見てくださいスマホを持ってる人はみんな大金持ち年収10億円ぐらいある人しかスマホ持てないですよと僕たち一般市民はねそんなスマホじゃなくて公衆電話で電話しないといけないんですよちゃうじゃないですかそんなにちゃうゃないですか今公衆電話で電話する人いないでしょ大したみんなスマホでしょでも使ってないですよね だから僕たちは本当はね、ありがたいんです。使える時代ですし、そもそも、そもそもですよ。日本って平和なわけじゃないですか。ね、平和じゃないですか。どうすか他。他国に比べるとめちゃくちゃ平和ですよね。で、た,たまにね、北、まあ、北朝鮮のミサイルのニュースとかもたまに流れますけど、どうすか北朝鮮に生まれてたら、もうなんか人生決まってるみたいな感じじゃないですか、もう。どうすか あなたが北朝鮮に生まれたらどうですかそこは、そうそうそう。YouTube やってる人でね、北朝鮮から脱北した人が you や YouTube やってて、y o u t u b e やってて、北朝鮮の,あの出来事を暴露してるみたいなね。なんかそういうチャンネルもあるんですよ。すごい時代ですね。そう。北朝鮮から脱北して、1回目失敗して2回目成功したのかな。で、今日本で YouTube やってるみたいなね。日本だったなすごいないですか時代が。時代はすごいですね。 いや、でもね、あの、本当きつ、だからその方もなんか脱北、も全部詳しくは見てないですけど、そのもう本当きつすぎて、ここで人生終えたくないみたいな。うん。だ日本ってまじ自由だと思うんですよね。うん、平和だし。だまあまあまあ、言葉悪いかもしれないですけども、なんか平和ボケしてるのかなっていうのはある、な感じる部分はありますよね。 うん、ぬるま湯に使ってるというか、うん。ぬる、ぬるま湯に浸かりながらぬるま湯を文句言うみたいなね。もう最悪っすよね。<laughs> ぬるま湯に自ら使って文句言うみたいな <laughs> いや、それが嫌だった、ぬるま湯が嫌なんだったら、ぬるま湯が嫌なんだったら、なんかやろうぜって話じゃないですか。やれることはいっぱいあんだから。だからなんか堀江さんもね、いや、 なんかその手取り14万終わってんだよって話の中でいっぱいあるじゃんと。そんなの稼ぐなんていっぱいあるじゃんと。こんなやり方もあるし、こんなやり方もあるし、こんなやり方もあるし、いっぱいあるじゃんと。なんでやんないのみたいな話をし確かしてたと思うんですよ。ね。なんでそう,そういう文句言うんだうそれやればいいじゃん、いっぱいあるんだからみたいなね <laughs>。で、僕は本当に何か始める上で、やっぱりその、あのー、コストがかかる。 のは、しんどいじゃないですか。ね。YouTube 本当とタダなんで。先ほども言いましたけど。データ貯めると金かかるんですよ。<laughs> 僕20テラ買ってもう諦め、もう、もうまあでもね、また8テこれ6テラなんで、ちょっとね、10テラぐらいの、ここの、ここのデータを、その、また10テラ、10テラ、10テラぐらい買って、もう全部そこに、これを、これ売っちゃってね、これデータ移行して売っちゃって、もう、 もう,こうパンパンなんですよ、こっち。だからまたもう最後、最後、ハードディスクもう買ってそれで終わりにしようかなで、整理しようかなと思ってるんですけど。で普通だったら、もうハードディスク買わないといけないですからね。そう。今はね、ほんとね、ありがたい時代ですから、うん。やった方がいいと思いますよ。何かその、変えたいと思うんだったらね。う 買いたく、買いたいと思う、一番立ちが悪いのが、買いたいと思っても買えない人でしょうね。買いたいと思ってるのに買えない人。で、あの子だ言うっていう。<laughs> そう、ぬるま湯。だって、それは自分の選択で選べるわけじゃないですか、別に。ぬるま湯に使れながら、このぬるま湯ぬるいんだよ、みたいなね。いや、お前が、えー、そこに入ってるだけだろう、みたいな。 今本当ね僕はラッキーだったのがそのネットビジネスも18年やってきましたけどやっぱ本当に時代の流れを見てこれたっていうのがすごいだからそこに価値を感じれる今こんなことができるって昔はできなかったことが今できるこれってすごいよねっていうのを感じれるんででも今の若い子とかは多分まあ生まれた瞬間これなんでこれが当たり前になっちゃってるから多分そこに価値を感じらづらいと思うんですよで僕の場合は昔を知ってるんで めっちゃ今ありがたいみたいなめっちゃチャンスあるやんみたいな思えるからすごいラッキーですね僕はまあちょっとおっさんになりましたけどうんそう、はい、でもね僕と同じ年代の人はねやっぱそう感じてほしいですよねやっぱ僕と同じ年代であるならば同じようなものを見てきたと思いますし多分僕と同じ年代だったら大学ぐらいの時は あのー、パソコン教室はフロッピーまだ使ってたと思いますし。だってフロッピー今見ますフロッピー。<laughs> フロッピーめん見ないでしょフロッピーディスクだったんですよ、昔は。そう。もう見ないですね、フロッピーディスクは。<laughs> まあ CD ロムも消えましたけ、ね、ど、ロムも DVD とかなんかそういうのも消えてね、もうクラウドにどんどんなって、まあ MacBook ももう、あの、 し、あの、あれが消えてからもう結構何、もう何十年か結構経ちますけど、もう Mac から消えたんですよね。あの、CD のあれ入れるのが。今、今 Windows しかないんじゃないですか。この a l i ア n パソコンも、まあゲームパソコンなんで、この a l i ア n これ Windows のパソコンなんですけども、これもね、ないんですよ。まあ、カスタムで付ければ、まあ、なんか外付けで、あ、でもないですね。あの、CD、DVD 入れるところはないです。 これ、ぶっ壊れまして、これ、買い流したんですけど、エイリアンパソコンです。これかっこいいでしょ。はい、まあ、ちょっとお高かったですけど。うんはい、まあ、とりあえずね、あの、YouTube やってみようっていう場合は、YouTube バンク検討していただくといいんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ内容、商品の内容はいいですから。うん。で、あとは一回買うと、 あの、もうデータのアップデートいくらでもできますからね。まあその購入者限定ですけど。まあ僕はもういっぱい動画撮ってるんで、まあそまあそれはまあセールスの、セールスビデオでもちゃんと言いますけども、あの、まあこのデータ、吉谷さんのこの動画のデータ見たいです。あ、全然いいですよって話ですね。だからそのアップデートしていくって話です。うん。だってその、あ、あ、こういう動画で、こういう動画でこうだったらこれぐらいの広告単価で、あ、こう、こういう、 年齢が見ていてこうでみたいなの分かるんですよ。やらなくても。カンニングペーパーですよね。これめっちゃいいと思うんですけどね。なかなかその他の人のデータ見れないですよ。<laughs> 本当は自分でデータ作っていかないといけないんですけどね。だからそれが見れるんで、その,そのデータを見てもうすぐできるじゃないですか。あこうこうなるんだみたいな話で。やりやすいですよね。答えが見えてるんで。 うん、そうだから答えを知りたいカンニングペーパー欲しいっていう方はすみませんカンニングペーパーはただでお配りはしないので <laughs> 有料になりますんでまあ検討していただければいいと思いますし、うん、まあ、あとはね、まあ、年末またドリアカちょっと売りますけどもコンテンツビジネス興味あるっていう方は、まあ、ドリアカ入っていただくといいとは思いますけど。 今回ね、まあ、それはそれでまた別枠で案内しますけど、ドリアカは新しいコースをね、今年作るので、入りやすい。今回プレオープンなんで価格はね、ぐぐっと、価格はぐぐっと抑えてね、あの、年末ご案内させていただきますので、ね、ドリームアカデミアですね。僕の本ちゃんのやつですけど。ただ、そうは言っても今回の商品よりかは高いですよ。<laughs> すいません。まあ、120万ですからね、メインが。 どこまでで落としてて売るのかって話ですねその今2つコースがあるんですよ。本コースが120万で、えー、アドバンスコースっていうのがあってこれが60万です。12060です。今。今2つのコースがあります。120万のコースと60万のコース。でもう1個作ります。だもちろん60万より下ですけども、うん、いくらで出そうかなっていうのはちょっと、まあ、考え中でございます。 でもプレオープンなんで、今回ね、今年の年末が。か結構ググッとお値段以上吉谷で多分やると思いますけど。ただし、今回の YouTube バンクよりかは高いですね、うんあ。YouTube これからやってみようっていう方は、あの、なんだ、手に入れていただいた方がいいと思います。で、あとね、YouTube バンクなんですけども、まあ、あの、なんだ、価格に関しては、 あすみません。どんどん値上げしていきますんで。まあ、ドリームアカデミアを値上げしていってるんですけど、YouTube バンクはもうそもそもデータなんで、も、ま、う、あ、儲かるデータじゃないですか。<laughs> 儲かるデータを安売りするってことはしたくないので、あのー、値上げは確実にしていきます。だからね、僕が目指してる YouTube ンクに関しては、10万円ぐらいですかね。9万8千円ぐらいにしたいんですよ、最終的に。 YouTube バンクに関しては。で、僕もずっと YouTube やるので、だからそこの商品のボリュームはいくらでも増やせるんですよ。なぜならば自分が現役プレイヤーでずっとやり続けるって決めてるんで。だいろんな商品があるんですけど、この YouTube バンクに関しては、何すかね。まあ僕がもう、YouTube ずっとやってるから <laughs>、いくらでも、その、付け加えができるんですよ。改善ができるんで。 うん、でまああとはまあ購入者の方からリクエストがあったらまあ付け加えてどん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 そのコンテンツのボリュームが大きくなるだろうし内容も良くなってくると思うんでだ価格はまあ最低でも9万8千円にしたいなっていうのはあります、ね、売るんだったらうんうまあ今回はああちょっとねいくらで発表を売るのかは裏メルマガに登録してください裏メルマガでご案内させていただきますね価格は裏メルマガでってこと はいでは終わりたいと思います。まあ明日ね、えー、福岡行って鷲津さんとの対談取ってきますんで、えー、まあちょっとね、まあこうコンテンツビジネスの話になっちゃう部分もありますけど、その YouTube なんでできるのかっていうね、鷲津さんは47ぐらいからかな、YouTube 始めたの。若くないですよ。で、一番最初鷲津さんはね、顔を引きつりながら動画撮ってたんですけど、 ま、その話も多分すると思いますけど、なんでその、あの、YouTube いいのかとか、YouTube どうやってやってんのかとか、どういうことで、どう、なんか細かく、なんかインタビューしてきますんで。はい。まあ、多分ね、わしるさんも絶対 YouTube やった方がいいよって絶対言うと思うんですけど。絶対言うと思いますけど。YouTube は本当にやっとった方がいいと思いますよ。マジで。 うんなんか、昔ね、y o u t u b e はオワコンだ、みたいなね。なんか YouTuber もう稼げないとか言う人もいるんだけども。まあ今回のカスタムサムネイルも y o u t u b e 稼げないみたいなカスタムサムネイルなんですけど。いや、やった方いいと思います。<laughs> 僕はやります。すみません。僕はやります。世間がどんなこと言われようが、Google さんが YouTube に力入れている以上僕はやりますね。で世界のトップの企業が YouTube に力入れてるんだから。そこを業をしない理由がないですよね。 どこ信用するのっていう。いろんな会社あります。で、そのいろんな会社の一つの会社であなたは働いてると思います。サラリーマンの方はね。じゃああなたの会社とグーグルの会社、どっちの方が売り上げ規模大きいですか絶対グーグルでしょ。グーグルより売り上げ規模が高い会社で勤めてるんだったら僕の動画見てないです、多分。まあ給料も相当いいでしょうね。グーグルより売り上げ、売り上げ高が上がってる会社に勤めてますか多分勤めてないですよ。<laughs> いや、Google はね、僕、すごいと思いますからね、本当に。うん。だから、あのー、Google 信用できないんだどこの会社信用するのって話ですね。うん、本当に。うん。だ、僕は信用しなくてもいいけど、YouTube、Google は信用した方がいいんじゃないかなと思いますね。だって Gmail 使ってませんえ、Google マップ使ってません疑ってるのに Google マップ使うんですか 疑ってるのに g m ール l 使うんですか <laughs> めちゃくちゃ便利じゃないですか。g m ール l もね、ありがたいですよね。ね昔僕ヤフーメール使ってたんですけど、もうヤフーメールじゃなくもう g m ール l 一択ですね、今。ほんと一番初期はヤフーメールだったんですよ。だけど、今一切ヤフーメール使ってないですね。もう g m ール l 一択です。Google 信者ですね <laughs> で。Google マップもめっちゃ使うし、ありがとうございますと。Google さん。 グーグル信者ですよ、僕は、うん。ありがたいですね、本当これが、こういうのは無料で提供していただいているわけですから。うん、はい。では、動画の方、これで終わりだと思いますあの。YouTube バンクに興味ある方はですね、この YouTube の下にリンク入れときますので、そちらから登録しておいてください。11月11日ですね、のから、18時から3日間でご案内させていただきます。では。